麻生太郎財務相80が25日、同日告示された東京都議選の自民党、新人候補の応援演説で、過労で休養している小池百合子都知事68について、自分で撒いた種でしょうがと述べた。麻生といえば失言。失言といえば麻生。そう皮肉られるほどのレベルだが、今回もネット上では、どんだけ上から目線なんだ、さすがにこれはひどい、あなたも自分で巻いた種を刈り取ってくださいなど批判が殺到している。麻生氏の出現は、この1年だけでも5万とある。今年3月には記者団を前に、マスクなんていつまでやるのかと発言し大炎上。昨年10月には、自身の政治資金パーティーの場で、コロナ禍の影響を受けた家庭を支援するために、支給された特別定額給付金について、当然貯金が減るのかと思ったら、とんでもない。その分だけ貯金は増えました。全然、金には困っている方の数は、少ないと持論を展開した。昨年8月には、安倍晋三前首相が、東京、慶応大病院で、日帰り検診したことを受け、記者団に147日間休まず連続で働いたら、普通だったら体調おかしくなるんじゃないの。あなたも147日間休まず働いてみたことありますかとまくしたて、批判が殺到。昨年3月の参院財政金融委員会では、コロナの感染拡大によって、東京大会がピンチに陥っていることを引き合いに呪われた五輪と称した。永田町では麻生氏がかねて小池氏を見下していることは知られた話。政界関係者によるとオフレコトークで小池さんのことをケチョンケチョンに言っていた。あまりにもヤバすぎて表には出せないという。今回もうっかり本音が出てしまったと考えられるが、期せずして小池氏を助けることになりそうだ。永田町関係者は、都議選で自民党から票が逃げてしまうかもしれない。小池さんも批判されているが、大ボスの麻生さんが出てきたことで、彼女に同情票が集まる可能性があると指摘する。